はい、こんにちは。事業専門税理士、川南です。本日の動画は、定額減税がいよいよ6月からスタートしましたが、皆さんの働き方や稼ぎ方によってパターンが変わってきて、一体何が何だかわからない。そんな声がたくさん聞こえてきそうです。本日の動画では、定額減税について、パターン別に分けて紹介していきますので、本日の動画もよろしくお願いします。私はオンラインサロンの運営と各 SNS もしてます。またビジネス書も出版してます。どれも概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは早速、よくわからなくなっている定額減税について一緒に勉強していきましょう。はい、では一体自分はどのパターンになるのか、定額減税をパターン別で順番に解説していきます。本日の内容です。定額減税、実は働き方や稼ぎ方によってパターンが人それぞれ違ってきます。これが混乱のもとなので、本日の動画はパターン別に解説をしていきたいと思います。まず基本ということで、定額減税の基本について簡単に振り返ろうと思います。こちら復習になりますので、もう分かってるって方はここ飛ばしていただいても大丈夫です。では最初は給与で計算するパターンから解説をしていきます。こちら会社員やパートなどお勤めの方が該当してくるかと思います。次に個人事業主の定額減税について紹介します。そして次のパターンは、副業や複数勤務をされている方はどうなるのかについて解説をします。そしてその次、年金受給者の場合、定額減税どうなるのって疑問を持っている方多いと思います。こちらについても解説します。そして最後、今後についてということでお知らせありますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。では早速、まずは定額減税の基礎から一緒に学んでいきましょう。定額減税とは、1人所得税が3万円、住民税が1万円、合計4万円が減税されるというのが一番ベーシックな基本ルールとなりますので、しっかり押さえましょう。令和6年の6月から実施されております。そして対象は会社員も該当しますし、個人事業主の方も該当します。対象外の方ちょっとね、押さえておきましょう。対象にならない人は、令和6年分の合計所得金額が1805万円を超える方。そしてもう一つのパターンは、非課税所得世帯ということで、もうすでに給付金など出ておりますので、こういった方は対象外となりますので、押さえておきましょう。次に家族構成のサンプル例を挙げますと、皆さんこの後の動画イメージしやすくなり、分かりやすくなると思いますので、家族構成のサンプル案を紹介します。はい、こちらサンプル例です。3人家族の場合を想定します。本人と配偶者とお子さん1人ということで、3人家族の場合で見ていきましょう。3人家族の場合、所得税は1人3万円なので、合計9万円が控除されます。次に住民税は1人1万円ですので、合計3万円が、そして所得税と住民税は合わせますと、合計12万円分の減税を受けることができるというものになります。そして所得税の方はですね、6月1日以降の給与から減税がスタートします。じゃあ住民税の方はどうなっているかと言いますと、住民税の方は実は6月は全員住民税ゼロというふうにもう計算済みです。これどうしてかというと、定額減税の制度が急遽入ったため、自治体が計算が間に合わないということで、今年は特別に初めてですね、6月の住民税が全員ゼロというふうな計算方法でスタートをしております。ではこの6月ゼロが終わった7月からどうなるのかと言いますと、通常通り住民税がかかってきます。ですので今年は通常でしたら12ヶ月で割る住民税をですね、11ヶ月で分割するという流れになります。この11ヶ月が2024年7月から2025年の5月ということになるわけです。このように住民税は今年はイレギュラーで11ヶ月で分割されるということになります。住民税の方、皆さんご安心ください。各自治体が計算をしてくれます。県市民税の通知表、お手元に届いている方多いかと思います。この通知表を見て、自分が住民税が家族分控除されているかどうかしっかりと確認をするようにしてください。こちら反映ミスなどね、出てくる可能性がありますので、自分の税額は自分がミスを見つけるしかありませんので、しっかりと確認するようにしましょう。では次にこの12万円が減税されるというイメージで、次のスライド見ていきましょう。まず給料から減税されるパターンから解説していきます。はい、給料で減額されていくパターンになります。こちらグラフを見ながら解説聞いた方が理解しやすいと思いますので、表を紹介したいと思います。こちらの表、国税庁から持ってきた表になります。こちら最初、家族3人分で12万円分の減税額があります。これをですね、6月、7月、8月、9月、12月までをかけて減税していくというイメージになります。まず6月給与からスタートします。6月の給与が控除前の税額が1万1750円だった
った場合には6月の給与からこの12万円のうちまず11,750円が減税されます。なので源泉徴収税額は0円になるということですね。でこの分の手取りが増えるということになります。では6月は賞与もありました。今の時期ボーナスが出る会社も多いと思います。この6月の賞与分の控除前の税額が93,000円だったとしますと、この分減税されます。なので6月賞与も0円ということになるわけですね。では次に7月の給与、6月と同じ金額で控除前のね税額が 11,750円だったとします。そうするとまたこちらもですね控除減額されて0円になります。次に8月給与、こちらも6、7と同じく控除前税額が 11,750円同額だったとします。そうするとここ残った分、今ねトータル12万円控除されるんですけど、 11,750円、 93,000円、 11,750円で残りが3500円になります。なので8月の給与は3500円分だけが控除されて、残り8250円は給料から転引きされるという仕組みになります。そして9月になりますと、もうこの減税額12万円が引き切れてますので通常に戻るということになります。このイメージでいただけると給料の方の定額減税のパターン分かりやすいのではないでしょうか。次に一つこのね問題になってくるポイントがありますので、スライドで解説します。今言った3人家族の例をパターンに出したんですけど、ここでですね配偶者の働き方、稼ぎ方によって個別にまたパターンが分かれますのでお気をつけください。3人家族で配偶者がいた場合、この3人にカウントされるのは同一生計配偶者と扶養親族ということになるんですね。そしてこの同一生計配偶者がポイント、キーになってきます。しっかり押さえましょう。この同一生計配偶者の収入、働き方によってパターンが分かれます。合計所得が48万円以下、これ収入、またねパートやアルバイトの収入でいうと103万円以下というふうになります。合計所得が48万円以下の場合はこの同一生計配偶者とみなしていいんですけど、これを超えて稼いでる方はこの3人家族の人数にカウントできないということになります。ここを注意しましょう。じゃあこういった方はどうなるのかと言いますと、基本的に他でねお仕事されてると思いますので、勤め先、パート先で定額減税がされることになります。というわけで配偶者についてはですね、収入によってまたパターンが個別化で分かれていきますので、こちらしっかりと押さえてください。そして皆さんきちんと勤め先で定額減税されているかどうかというのを確認するようにしましょう。こちら配偶者のカウント、ちょっと図で見ると分かりやすいかもしれませんので、図の方を紹介したいと思います。こちら先ほどねパターン分かれると言った配偶者のカウントの図なんですけど、ここの48万円、要は収入で言うと103万円以下だと定額減税額の計算に含まれる、要は人数にカウントしていいっていうことなんですけど、これを超える方はですね同一生計配偶者ではないということで対象外となりますので、こちらしっかりと押さえておいてください。ご自分の配偶者が一体いくら稼いでるのか、どっちで定額減税されるのか、しっかりと押さえておきましょう。以上が給与で定額減税されるパターンになります。では次に個人事業主の場合はどうやって定額減税がされるのか、次のパターン見ていきましょう。はい、個人事業主、フリーランスの方、独立開業されている方はどうなるのか見ていきましょう。実は個人事業主の方は令和5年度に出した確定申告書の納税金額によってパターンが分かれてきます。確定申告の納税額が15万円以上の方は予定納税という仕組みがあるんですね。これ15万円を超えると自動的に令和6年に所得税の前払いをしましょうということで予定納税が発生します。この予定納税から減額をしていくということになります。この予定納税いつかと言いますと令和6年の7月に来ます。そしてこの1回目の令和6年の7月の予定納税で減額しきれない分、皆さんご安心ください。2回目の令和6年11月の予定納税の方から減額されます。このように納税額によって個人事業主はパターンが分かれますので、しっかりといつ減額されるのか押さえておきましょう。そしてこの7月と11月の予定納税に引ききれなかった場合は最終的に確定申告で減額をするということになります。では次に納税額が15万円以下の方はどうなるのか、令和5年の申告納税額が15万円以下だった方はこちらのパターンになります。納税額が15万円以下の方、7年の3月提出の確定申告、こちらがね令和6年分の確定申告を令和7年の3月の15日までに提出すると思うんですけど、この提出する時の確定申告で減額されるということになります。
ますので、皆さん減額し忘れないようにしっかりと頭に置いて次の確定申告まで覚えておくようにしてください。そして実はですね、個人事業主についての定額減税は以前私動画作っておりますので、詳しい詳細はこちらの動画の方を見ていただければと思います。ここでは簡単にさらっとして、ね、基本的なルールのみ説明させていただいてますので、詳細はこちらの方を見ていただければと思います。次のパターンは副業をしている方、また複数の会社で勤務されている方はどうなるのかについて解説していきます。はい、副業や複数勤務の場合、事務処理が一体そもそもどうなっているのかと言いますと、基本的に主たる給与の支払い先で処理されているわけです。これはメインで給与をもらっているところから定額減税がされるということになります。こちら基本的に複数勤務していたり副業していてでもですね、事務処理自体が二重になることは基本的にはないと思ってください。これどうしてかというと、年末調整も一箇所でしかできないというルールがあるからです。もしこの年末調整を未交所でしてるとか、まあ、言い忘れてて二重になっている方というのもね、もしかしたらいるのかもしれませんが、基本ルールは主たる給与、まあ、メインの給与の支払い先で処理されますのでご安心ください。こちらはですね、複数勤務も同じになります。副業含め複数の会社で仕事をしている、給与をもらっている方、また役員報酬ももらっているよということで、複数勤務の方も同じルールになります。主たる給与の支払い先で処理するので、定額減税も1箇所でされることになります。もし2箇所ダブルでね、受けてしまった場合、また連絡をしておかなくてですね、自動的に経理の方や会社側が処理してしまった場合は、まあ、確定申告で修正するということになるかと思います。基本的にはどこか1箇所で定額減税がされるというふうに覚えておいてください。そして先ほど言ったように、もし二重でされていたとかダブルでされていた場合は、2箇所の給与ある方はそもそも確定申告が必要なルールとなりますので、そちらは最終的に確定申告でこのダブル分を調整する、修正するということになります。では次に年金受給者の定額減税がどうなっているのか解説しましょう。はい、というわけで次は年金受給者の定額減税のパターン見ていきましょう。こちら年金受給者の方は年金から定額減税がされることになります。ただしですね、所得税が源泉徴収されている方が対象となります。年金はもらってるんだけども、所得税が源泉されてない方は定額減税されません。つまり通常年金もらうときにですね、以前から所得税が源泉徴収されている方はその年金から定額減税がされるということになります。源泉徴収税効果がそもそもないという方は対象外になります。こちらちょっとね、図で見ると分かりやすいので持ってきました。例えばね、自分の年金1人所得税は3万円になりますので、3万円が減額されます。それがまず4月の方はまだね、定額減税が入ってませんので、そのまま源泉徴収されているはずです。6月の支払い分の年金から影響が出てきます。こちらが1万2000円減税がされます。そして同じく8月もですね、1万2000円分が減税されるということで、自動的に年金から定額減税がされていきます。そして10月の支払い分で6000円を減税すると、ちょうどもうね、これで3万円分引き切れることになりますので、次12月分の支払いには1万2000円源泉徴収税は通常ルールに戻るというイメージです。このように年金の方もですね、年金から源泉徴収されている方は定額減税が入るというふうに覚えておきましょう。そして年金受給者の方の場合、ちょっとと問題点というか課題点が出てくるんですね。こちら少しね、解説したいと思います。はい、年金受給者の問題が起こるんですけども、こちら年金をもらっている方でですね、もう一つ何かシルバー人材で働いてるとか、ちょっとアルバイトしてる、パートしてる方もいらっしゃると思うんですよ。そうすると年金受給者の方はダブルで定額減税が入ってしまう可能性が高いです。このあたりについてですね、日本年金機構からこのようなお知らせが出ております。このように年金を受け取りつつ他に給与所得がある方にはですね、それぞれの源泉徴収税から定額減税が行われてしまいます。なので二重になる、ダブルで行われるということですね。ですが、複数の公的年金や給与などで重複して定額減税を受けたことだけをもって確定申告をする必要はないというふうに表示されております。このため従来通り確定申告すれば税金が還付される方、また
公的年金の収入が400万以下の方はそもそも確定申告不要のルールというのが働きます。このように確定申告が不要とされている方がこのダブルでもらっているから必ずしも確定申告をする必要はありませんよということになっております。なのでダブルでもらったからといって必ずしもこの確定申告が必要ない方についてはそのままでもいいですよというふうに捉えることができるんではないでしょうか。しかしそもそも確定申告が必要の方、また確定申告が不要であってもですね、所得税の還付を受けるために申告書を提出する方はこのダブル計上されたものは精算が行われることになりますということです。こちら日本年金機構からルールとして出ております。こういった年金をもらっている方で他に給与所得がある方は二重でもらってしまうというね、要因が発生しますので、このあたり、その後の確定申告が必要なのか不要なのか、そもそも所得税の還付があるから確定申告をするのかによって少しパターン変わってきますので、こちらね、少し紹介しておきます。では、年金受給者のパターンの解説も終わったことで、次のスライドは今まで説明した全パターンに共通する項目になります。こちら全パターンに共通するんですけど、減額しきれない場合というのが出てくる方がいらっしゃいます。要は所得税3万円が引ききれないケースが出てくるんですね。この引ききれなかった分は一体どうなるのかと言いますと、給付金として調整して給付がされます。この給付金差額を1万単位で切り上げて給付となります。年末調整確定申告が終わった後にですね、各自治体が計算予定というふうになっております。この引ききれないケースっていうのがね、ちょっとイメージできないって方いると思うので、ちょっと解説したいと思います。こちら図を見てください。先ほどね、この図を使って給与で定額減税をしていくっていうパターン見たと思うんですけど、こちら例を挙げます。6月から12月源泉徴収税額、源泉徴収したところですね、合計9万5千円の控除しかできなかったというケース出てくると思うんですよ。要は給料から引かれている源泉徴収税額を6月から12月足して控除してたんだけど、余りが出てしまうってことですね。この6月から12月分が仮に9万5千円分は控除が終わったと、引き切れたとします。そうすると定額減税はそもそもこの方は12万円分必要だったのに、残りが2万5000円分はまだ残ってるよっていうことになるケースができます。これが3万円が引ききれなかった、要は家族3人分の定額減税が引ききれなかったパターンになります。じゃあこの残った金額2万5000円がどうなるのかと言いますと、差額は1万単位切り上げで給付になりますので、3万円が給付されるということになります。これを調整給付、調整給付金というふうに呼ばれています。ですので引ききれなかった場合あった、もったいないじゃないかって思う方いると思うんですけど、大丈夫です。最終的には調整されるというふうに思っておいてください。でこの調整給付金に関してなんですけど、こちらしっかり押さえておきましょう。調整給付金についてです。この給付金の支給手続きがおそらく市区町村からですね、確認書が届くというようなルールに今のところなっているようです。そして給付金を受けるために返信が必要ということで、必要な項目を書いて、また必要な書類を返信する必要があるということです。そしてこの審査が終わり次第順次にこの給付金を口座に振り込みするというような流れになるようです。そしてですね、これ各自治体になりますので、もしかしたら各自治体によって対応が異なる場合もありますので、しっかり皆さんお住まいの市区町村がどのようにこの調整給付金を出すのか、しっかり情報を得るようにしてください。はい、というわけで本日はパターン別に定額減税について解説をさせていただきました。そしてまだですね、おそらく変更や新情報出る可能性があります。特に調整給付金はまだ少し先の話になりますので、この調整給付金に関してはですね、まだこれからですね、新しい情報が出たり追加が出たり修正がかかったりする可能性あるんじゃないかなというふうに個人的に思っておりますので、新しい情報出たらまた動画にしていこうと思いますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい、私はオンラインサロンを運営しております。メリットが4つあります。こちらオンラインサロンの詳細については概要欄から飛べるようになってますので、興味ある方はぜひ一度詳細覗いてみてください。まず1つ目のメリット、質問と相談が税理士専門家にできることです。こちら24時間いつでも都合のいい時に質問できます。この質問に対して私が文章で答えるので、チャットのようなイメージ持っていただけるとイメージしやすいのではないでしょうか。2つ目、メンバー全員起業家ばかりです。ですので
情報交換ができる場として非常に好評です。3つ目、私が平日書くビジネスや経理、税金に関しての記事の購読権利がついてきます。これが3つ目のメリットになります。4つ目、定期的にサロンズームを開催しております。私にズーム上で直接質問や相談することができますし、またメンバーと直接情報交換もできるということで非常に毎回好評です。オンラインサロンは Facebook の非公開グループで運営をしております。ぜひ興味ある方、一度概要欄のリンクから飛んでいって詳細ご確認ください。参加お待ちしております。はい、 YouTube チャンネルの登録者数が21万人を突破しております。まだチャンネル登録してないよって方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また私その他 SNS もいろいろしております。情報各自違いますのでフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画以上になります。働き方や皆さんのね稼ぎ方によって定額減税パターンが変わってきますので、また情報を得るのが大変だということで、今回の動画では個別のパターン別に分けて解説をさせていただきました。定額減税についてはこれ以外ですね、きっともっとイレギュラーパターン出てくるかと思います。退職した場合はどうなるんですかとか、産休してるんですけどどうなるんですかとか、また扶養人数が変更になりましたなどなど、様々なパターン、細かいパターン入れますといろんなパターンが考えられます。こういったものをですね、一つ一つ対応しないといけないということで、まあ、経理や総務の方、そして地方自治体の方、もうね疲弊しているはずです。それは私たち税理士も一緒なんですけども、なんとか皆さんですね、知識情報を入れながら、なんとかこの定額減税というね、減税というありがたいなのか、もうはた迷惑なのかよくわからないことになっておりますが、なんとか対応してお互いね頑張って乗り越えていけたらと思います。今後も自営業やフリーランス向けに役立つ動画出しますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。本日の動画以上になります。自営業専門税理士神奈美でした。またの動画でお会いしましょう。